適切な判断と歓迎しました。リニアのトンネル工事をめぐり、県が県内のボーリング調査を容認したことについて、静岡市の難波市長は評価した上で、しっかりとしたリスク管理をしていただきたいと JR 東海に注文をつけました。適切な判断だと思います。先進ボーリングで得られたデータが出てきますので、それをもとにですね、トンネルの湧水量や生態系への影響がどうなのかということを評価していく必要があると思います。リニア中央新幹線のトンネル工事をめぐり、 JR 東海は山梨県側から静岡県側に向かって地質や地下水を調べるボーリング調査を行っています。静岡県内の調査について川勝前知事は、県境から300メートル以内の実施を認めてきませんでしたが、鈴木知事は今月17日、大井川流域から合意が得られたとして県内の調査を認めました。調査を行うというのは我々としては、静岡市としては歓迎をしたいと思っております。でただし、しっかりとしたリスク管理をしていただきたい。難波市長は岐阜県瑞浪市で発生したリニア工事が原因とみられる水位低下について、適切な情報公開がなかったことを挙げ、社会からの信頼を得るような工事を実施してほしいと調査に注文をつけました。